まあでも韓国では324本打ったホームランバッターです。本人は本当はこんなはずではないと、ね、もっと早く打てたはずだと、はい、韓国の選手ねすごくいい選手が多いんですけども、まあ、日本で少し、悩むというパターンの選手はいますよね、はい、そうですね、まあ、ロッテのキムテギンも結局今シーズンで韓国に帰りましたしね、はい、まあ、彼もね本当に素晴らしいバッターで、いやーすごいなという思いでこういつも見るんですけども、はい、精神的な悩みもね、結構あるみたいでね、もう帰ってしまったんですよね。そう、帰りました。はい。まあ、このイ・スンヨプもロッテから巨人に移って、巨人時代にやっぱりそういうその悩み事がいろいろあったんじゃないかなと、はい。そうですね、そんな感じですよね。でもね、イースンヨプなんて言えばね、もうホームランバッターで、相手ピッチャーは打率がいい悪いっていうのもやっぱ怖いですよね、はい、こういうピンキのとこで打席に入ってくるとやっぱり嫌ですよね、これはどうでしょうか、完璧に捉えている、右中間スタンドに持っていきました、イースンヨプ第14号の先制スリーランホームランが出ました。涌井打たれました、ホームランバッターらしいイ・スンヨプの一発が出ました。3対0です。やっぱり怖いです、なんかあれね、こういう時のイ・スンヨプ嫌ですよねって言ったところで、それが現実になるとね、はい、なんかゾクゾクとなんか恐ろしいですよね、インサイドを投げきれなかった結果ですけどね、あ、確かにそうですね、まあ、今日は涌井としては積極的にインサイドも攻めていかなくてはというそういう話をしていましたが、まあ、コースとしては若干真ん中に来たんでしょうかね、はい、そうですね、インサイドを狙ったボールが少しシュート回転して入ったというところですね、イ・スンヨプの第14号のスリーランホームランが出ました。オリックス3点先取。